なゼロ株式会社は、愛知県刈谷市今川町花池53番地に本社を置く家具メーカー。1905年創業。1953年設立。なゼロ1905年に、近藤農産具製作所として創業した際には、農機具の製造を行っていた。戦時中の1941年には、有松、鳴海絞りの武田和平商店と協力して、 着物用の雲絞り機械を開発し、この機械は1960年代まで生産が続けられた。さらに1943年には中島飛行機の協力工場となり、航空機部品を製造した。戦後の1951年にはオートバイのハンドルやエキゾーストパイプの製造を手掛け、ホンダヤマハ発動機、スズキなどのオートバイメーカーに納入した。 オートバイ製造で培ったパイプの曲げ加工技術を応用し、1953年には今日に続く家具の製造を開始し、大多数の椅子が木製だった時代に、スチール製の椅子の製造に着手した。高度経済成長期の住宅環境の変化に合わせて、爆発的なヒットを記録し、東京都、大阪市、沼津市、福岡市に相次いで営業所を構えた。 この頃のパチンコホールで客は立って売っていたが、1969年には日本で初めてパチンコホール用の椅子の製造を開始し、パチンコ業界の成長に合わせて販売数を伸ばした。1970年にはスチール家具以外に木製家具の生産を開始し、1975年には開業ブームにあった喫茶店用の木製家具を開発した。 1988年には兵庫県姫路市に木工工場を設立した。1998年には病院建築で知られる名古屋市立大学芸術工学部教授の柳沢、ただしが主催した健康デザイン研究会に参加し、病院における家具の開発を開始した。当時は健康分野に特化した家具メーカーは存在しなかった。2002年には ワコールと共同で、妊産婦用の椅子を開発した。ナゼロの製品は、多くの病院や介護施設に採用されており、ジャチョ東京高輪病院、横浜市立市民病院、国立循環器病研究センター、総合体誘拐病院、赤坂産農メディカルセンター、国際医療福祉大学成田病院、足利赤十字病院などに製品を納入している。 国際的な取り組みとしては、1986年にフィンランドのアデルタ社と業務提携を行い、1989年に名古屋市で開催された世界デザイン博覧会では、フィンランド館を運営した。2000年には、アメリカ建築家協会がカナダのバンクーバーで主催した国際病院建築会議に参加し、2006年には、 南アフリカ共和国のケープタウンで開催された国際病院設備連盟ケープタウン国際会議に参加した。ありがとうございます。